ライオンズ先発はフォアシー。1回の表ワンアウト三塁一塁、4番カブレラレフト前、バファローズが先制です。7回の表、この回先頭バッター7番の一騎、フルカウントからレフトへ第2号ソロホームラン、2対0とリードを広げます。7回裏、この回先頭バッター8番後藤、左中間、今シーズン第1号のソロホームラン、2対1。8回裏、4番の中村、右中間へ、第31号ソロホームラン、2対2同点に追いつきます。9回裏、バファローズ加藤大輔、片岡三振、試合は延長戦に入ります。11回表、バッター下山、右中間タイムリースリーベース、4対2勝ち越し。山崎スクイズ、追加点を奪えません。11回裏、ピッチャーは大久保、3者連続三振、4対2でオリックスが勝ちました。